FNN が行った世論調査で安倍内閣の支持率は3ヶ月連続で下がり43.2%でした桜を見る会の問題をめぐる安倍総理大臣の説明に74.9%が納得できないと答えました調査はご覧の方法で行いました安倍内閣の支持率は先月より1.9ポイント下がり 四十三点二パーセントで九月以降三ヶ月連続で前の月を下回りました。支持しない人の割合は先月より二点六ポイント増え四十点三パーセントでした。桜を見る会の問題をめぐる安倍総理の説明に納得できるは十六点一パーセント、納得できないは七十四点九パーセントでした。 次の総理大臣に誰がふさわしいかでは、9月の調査で辞典だった自民党の石場茂元幹事長が安倍総理をわずかに上回り逆転しました。この2人に小泉進次郎環境大臣が続いています。中東地域に海上自衛隊を派遣する政府の方針については、賛成は49.9%、反対は35%でした。 来年度から予定されている大学入学共通テストの国語と数学の記述式問題の導入について尋ねたところ、中止した方が良いは49.8%、予定通り実施する方が良いは35.3%でした。政党別のの支持率はご覧のとおりです。